僕はですね、NCT127 という韓国のグループで活動している、ユータです。はい。大阪出身のサソリ座。そして血液型は A 型です。で、特技はですね、まあ、サッカーを昔からしておりまして、サッカーをするのも好きですし、運動も好きですね。あとは、メンバーに、ドヨンっていうメンバーがいるんですけど、そのドヨンをいじるのも得意ですね。もうこれは特技に入れます、今日から。はい。そして趣味はですね、最近はまあ、時間があるときは結構映画を見ることが多いですね。最近はアベンジャーズにめちゃくちゃハマりましてですね。昨日はシーザーハンズ見ましたね。めちゃくちゃ面白かったです。で、好きな言葉はですね、いろいろあるんですけど、まあ、しない後悔よりやる後悔っていう言葉が好きですね。で、これ恥ずかしいですね、自己紹介って。得意なモノマネ誰やこれ入れたの。得意なモノマネは、一応千鳥のノブさんが好きなので、得意ではないんですけど、まあ一応やらせてもらってます。はい。癖じゃっていうのを一応やらせてもらってます。はい。で、キノコの山とタケノコの里で好きな方は、僕ね、これタケノコ派なんですよ。はい。なんでかっていうと、クッキーがさ、分厚いじゃん。なんか俺、チョコとかも好きなんだけど、あんまりこう、チョコチョコしすぎるのも好きじゃないから、クッキー多めのタケノコ派ということですね。で、好きな漫画はですね、ナルト。で、ルルーシュもめちゃくちゃ好きですし、最近は、バイオレットエヴァーガーデンを見始めましたね。ということでですね、はい、以上自己紹介でした。簡単な自己紹介なんですけど。